沼ゆかりご飯チャンネルのゆかりです。このチャンネルでは時間をかけずに美味しい料理を作りたいという方のための楽うまレシピをご紹介しています。今回は焼きブロッコリーのうま塩スープのレシピをご紹介します。ブロッコリーに焼きをつけてからスープにすることによってその香ばしさでとても美味しくなるんです。材料はこちらです。使うブロッコリーなんですけど、このように小房に分けて使います。一房が大きかった場合は縦半分に切って食べやすい大きさに整えます。お鍋にオリーブオイルを引いて強火で熱します。炎が鍋底全体に広がるぐらいが目安です。で、温まったかなって確認は1個焼いてみるといいですね。良さそう。ジューッと言ってるので置いていきます。ブロッコリーを入れたら炒めるみたいにわーって触ったりしない方が焼き目がつきやすいです。で、これぐらい焼き目がついてれば OK です。この後スープにしていくんですけど一旦取り出します。なぜならこの中に水をわーって注いで煮立てるとブロッコリーに火が通り過ぎてしまう原因になりますので一旦取り出します。で、火を止めたところにお水を入れます。で、まず水煮立てるだけですのでまずは強火で熱します。はい。で、煮立ってきたら火加減を中火にします。鶏ガラスープの素を入れます。ブロッコリーと鶏ガラスープの素はすごく味わいとしての相性がいいんですよね。で、ここにですねおろしニンニクでパンチを加えます。ブロッコリー古くなってくるとちょっと青っぽい味が強くなってきたりするんですよね。そうした時におろしニンニク少し入れると古くなってきた時の青っぽい味がになりにくくなります。で、わっと溶いてふつふつしてきましたのでここに先ほどの焼いたブロッコリーを戻し入れます。ずらして蓋をして1分半から2分を目安に加熱します。結構食感残すのであれば1分半ぐらいで、しっかり火を通すのであれば2分からを目安に加熱します。加熱したらざっと混ぜてで味見をしてもうこれだけですでに美味しいです。で、あとはもうお好みで塩、胡椒を入れて完成です。仕上げに胡椒を入れることによってこのピリッとした香りが加わって味わいにメリハリが出てとても美味しくなります。今回塩入れましたけど代わりに柚子胡椒を溶いても美味しいです。で、入れるとどうなるかというとさっきも美味しかったんですけどこの塩コショウを入れることによって味が締まってより美味しくなってます。これで完成です。最後にお知らせです。楽うまゆかりご飯チャンネルは週休2日制にしたいと思います。それまで昨年の夏ぐらいからですかね、毎日更新を始めまして動画でレシピをご紹介してきたんですけど適度な休息って大事だなっていうのを思いまして、で、今回月火はお休みにして水曜から日曜日までの5日間の動画でのレシピのご紹介にできたらと思います。で、これからも楽に早く美味しく作れる楽うまゆかりご飯チャンネルでレシピをご紹介していけたらと思っておりますので、はい、これからもよろしくお願いします。そうだなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。